さんこんにちは、メルです。今日私がメインで働いてるナイアジム渋谷に来てます。ナイアジムって美尻とくびれ作るっていうのが結構メインで出してるなんかテーマのジムなんですけども、今日はですね、最近私も始めて、あ、すごいこれ効くって思ったお尻のトレーニングを紹介いたします。ではやっていきます。まずですね、はい、まず用意するものはこの椅子1個用意します。はい、もうお家とかでやる場合は本当に家にある椅子とかで全然大丈夫です。はい、片足で立っていただいて、ちょっと気持ち狭めですね、狭めに立っていただきます。で、そのまま前傾、かなり前傾姿勢になります。立ってる足は、まあ、少し曲げるぐらいで、しっかりかかとに重心を置いたら、こっちから体を押されてるような感じ、スライドですね、スライドさせます。かがむんじゃなくて、お尻を後ろに持っていく、これだけです。こうなったら、こっちのかかとにお尻をちょっとつける、つける、離す、これだけです。はい、本当に上から自分が押されて後ろに下がる。この動画を見て、かなり簡単じゃんとか、可動域がそんなにないのに本当に効くのかなって思う方も、ぜひ今すぐにやってみてください。かなりですね、お尻にすごい入ります。ということで、今日紹介したのはお家でも簡単にできるお尻のトレーニングを紹介しました。見てるより意外ときついので、回数がですね、まあ20回を3セットとかでもすごい、きつくなる運動になってます。なので、まあ、あとはその姿勢とかをしっかり守ってやっていただければ、お尻に入りやすくなるので、ぜひですね、皆さんもヒップアップのために頑張ってみてください。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ということで、次回もまた見てください。バイバイ。